もともと原作がある中での僕たちのこのステージ、舞台、お芝居にはなるので、もちろんこう原作者さんだったりとか、もともとのその漫画原作に対してのリスペクトは絶対に忘れてはいけないし、その上でこうなんか、とはいえ僕らも人間なので、こう自分たちそれぞれがこう、キャラクターを投影した時になんかこう感じる感情っていうのは素直に表現してもいいのかなとも思っていて、それがなんかこうリアルな三次元になった瞬間、生物としてちゃんと生き物として皆さんの前に登場する瞬間ではあると思うので、そういった人間臭さみたいなものは大事にしたいですよね。前田圭司のコシマス、まかり越しました。太閤秀吉様、御前なるぞ。表を上げ、その方の振る舞い、潮の覚悟しよ。何故覚悟？あえて申すならば、無人の意地でござる。この秀吉を前にしても意地を貫き通す、その気概、気に入った。おはようございます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 。よろしくお願いします。お願いします。めちゃくちゃ寝やすいです。寝やすい。いい椅子です、マジで。確かにできたばっかりだから。めっちゃ綺麗。できたばっかりだ。新しいみたいです。シアター H。すぐそこに焼肉屋さんあるんですけど、うん、めっちゃ美味しいです。行く？行きましょう。いいよ。やったぜ。すぐ行っちゃうから。アシ君、あれ動いてたらブーツどんどん下がっちゃうもんだよ。あ、止めた。止めてもらって。集合5分前です。集合5分前です。CL なんですか？CL です。オーマイガー。CL っぽい。こんなことしてる場合じゃないわ。着替えなきゃ。高校期待で。こちらからも口頭でアナウンスしていきますので、覚えてないとまずいってことはありませんので、慌てず怪我なく、進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では今日も一日よろしくお願いします。では早速ですが、オープニングをやっていきたいと思いますので、タカタタン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 、左でセーフ、セーフ、セーフ、タカタタン、タカタタン、ケイジさん、リックンさ、階段足1個下ろしても平気？歌の時にグリーンとして、それでもいい？はい。タララ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、タララ、タラ、ゴイン、イメージ、イメージ、イメージ、オッケーです。はい。じゃあ、ここら辺にいるのか。だから、まだ、そうだね、今降りてくる感じね。だだ、だだ、はい、はい、次。Rise up! Yes! 今立ち上がる時、うわ、かっこいいわ。評判のスピー変えない、1個足を合わせる。サポンさん、何？はい、で、リック真ん中に来ます。これすれ違いで、はい、それで真ん中来た時に後ろ見てれば、はい、うん、足1歩かけてもいいので、はい、はい、じゃあせーの、カーブ系ブン、トン、トン、センタン、ラン。これ、スカちゃんですら走って出てこれる？あ、走って出ます。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、ファファ、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シッツ、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シッツ、セブン、エイ。実際の会場になってやってみると、こう
声の響き方ももちろん違うし、いろんな部分でこう照明もついたり、なんか逆に危険が伴う部分もあったりはするので、こういったタフではあるんですけど、細かい部分にこう気を配って確認していくっていうのは、やはりこう大切な時間だなというふうに感じております。移り変わろうとしていたんや。はい、入ってきます。ぐーぐーぐー、外、後から履ける人ちょっと 早すぎない？ちょっと上下の後から履ける人、笹原たちは大丈夫だけど、一袖、前袖に履けたら後側の人が早い。はい、ですが前ね、はい、さ、なるべくタイトに回って、はいはいはい、さー、はい、それー、ドン。ちょっと待って、そこ最初が雪がちょっと外かな。はい、はい、ちょっとさ、ちょっと中でもいい？ちょっとリナが外に行きそうなので、あ、はい、シンベルガッツリ取らなくてもいい、ちょっと中でも、雪ももうちょっと中でもいいや。ズンタカスリーフォーノファイセクセクワンタカスリーフォーノブンタカセクセクブンセクスリーフォーパパララセブンエイバン。これ最後さ、センスで、座った状態でセンス広げた状態でポーズ、まあ、普段の僕たちランページのライブでもそうなんですけども、やっぱりこうスタジオだったりとか稽古場でやってるものってやっぱりこう自分各メンバーのそのものの言い方、セリフの言い方だったりとか、立ち回りでは動き方のこのテンション感とかパッションもやっぱりこう 1.5 倍増しになるなっていうのを感じていて、やっぱりでもそういったエネルギーもやっぱりお客様が入るとどうしてもこう吸われてしまう部分があるので、もちろんこういろいろ気をつけなきゃいけない部分はあるんですけど、なんか自分たちが想定している2倍3倍は疲れるんだろうなっていうのが今日ここ来てみてイメージできちゃいましたね。こんな感じで今日一日進めていきますので、改めましてよろしくお願いします。では次のブロックいきたいと思います。ゴイチトモセヘイ前田圭司歌舞伎隊じゃ。なんかここが今決まりへの止まりだから、それがなんかあさっての方向見てたらもったいないなっていう。とはいえ回り始めるときに前正面ちょうど前向きになるように調整はしてるので、決め、ね、をかっこ、しかも立ち位置的にもなんか中途半端な場所でこうって前を向くことになっちゃうんで、だったらもう動き回してちゃんと切って合わせた方が俺はいいと思います。決め、受け取手の段階で前で決めるとなるとすごい絶妙な位置にいることになります。うん、ありがとうございます。顔だけ前に。顔だけね。はい。なるほど。顔だけありますか。はい、一瞬だけ。そうなんですよ、もうずっと動いてるんで。ちょっとそちら OK です。お任せします。ありがとうございます。はい、どうしたんですか。どうやらわしらは囲まれているのじゃ。はぁ、何や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 、なんだこいつら誰や。はい、敵いろいろありました。カカレーの位置ですね。で、ちょっとこれ限りなく、じゃあここの、じゃあここだね。あ、はい、はい、オッケー。ちょっと刑事と距離取りたいんで、はい、そうですね、はい、サムちゃんもそれくらい、はい。じゃあ、カカレーからいきますね。どうぞ。カカレー、うわー、はい、ちょっと映像と合わせますね。これって、はい、僕、ゼロでやった方がいいとかあります？いや、特にないです。今の大丈夫？はい、今の位置で大丈夫です。はい、それと、あと、踊ってる3人の人、もうちょっとスタンス広げて、もうちょっと低くなりたい。踏ん張っておきたい。あのダンスをきれいにっていうよりはちょっと踏ん張ったドボンジョみたいな感じのものが見えたいんで、はい、なるべく腰低く重くやってください。はい、はい、で、ちょうど、せーのオープン。今演出サイド確認してます。ちょっとこの方向で流れで見させてください。はい、
しっかり地に足つけて全員でこうちゃんとあの期間も長いので完走することがまあ一番大優先な部分ではあるので、本当に舞台まあ形に残らないからこそ、なんかその見た直接見た人のあの記憶と心の中でのみ生き続けるという、これもまああの舞台という、うん、エンターテインメントの儚さであり切なさでありでも美しい部分でもあって、それだからこそ、まあ、僕で言ったらこうこの形だからこそ届けられるラブドリームハピネスもあると思ってるので、うん、ぜひね一人でも多くの方にご来場いただきたいなっていうのは正直なところですね。はい、のんちゃん、この無法天に連れてぜ、この方向してるんだよ、待ってるシエル、うん、一番膨大なセリフ量の森田さんです。あさって期待してください。清正です。色白すぎて、はい、胸に線かかれた。白すぎてね、確かに。だからあれです、だから、はい、みんな焼くんですよ、ね、でもちょっと一切りも早いな、はい、マジ君、焼いても赤くなっちゃいそう、うん、でも昔真っ黒だったからさ、あ、そうなんですか、サッカーで、あー劇団エグザイル、ハヤトさんと同い年で仲がいい、お大親友、あれ大親友、マサモンですね、まあ、あいつが相当イカれてるから、彼が相当イカれてる。はい、客席降りてきての動線を、たくさんとルートを確認したいと思います。降りるのは、下手階段がおります。この位置ついていきます。兵庫の助です。サベついていきます。で、りっくん、はい、そのまんまこっち来るよ、こっち来るよ、こっち来るよ。これって、こうやってどしどしこうやって歩くから、すばっ、うわーって行くんですか？ちょっと走ってみたいね。走ってみよう。はい。行きましょう。ならば、魔物剣物、いざ参らん！え、ちょっと、女子、今どこ行くんだか、ちょっと、あんな、あ、ダメ、あ、お、おめでくれーの魔物使うよ、ケイトの、アスタルイスタ、アミーゴス。もともともう、ああいう演出つけたいってことだったので、稽古場でもそれ想定で、もろもろやっていたんですけど、とはいえこうね、衣装を身にまとうといろいろ気をつけなきゃいけない部分、お客様に対してその物理的な部分も含めて気をつけなきゃいけない部分もあるので大事っていうね、はい。この浜には魔物が住んでおる。悪いことはいかない、早々にこの天草から立ち去ることをお勧めする。断ると言ったら魔物に襲われてしまうかもしれんの。おかしなじいさんだ。こうしておるとわしを食おうと思いもよらぬ大魚がやってくる。わしを切るのかね。恨みなどござらぬが、神の命にて。切りしたんか。この天草に何の用だ。切りしたの財宝を探しておるのじゃ。何か知らんかね。よくも抜け抜けと申す者よ。長巻きか。戦場では槍の下手なやつがよく使う獲物じゃな。戦場ではな。だが一対一の勝負では無敵。おい！舞台の感激の仕方、お客様の雰囲気も大体はこう掴んでいるつもりではあるので、なんかこう、お客様を置いてきぼりにしないというか、同じ場面にこう生きる、まあ、住民だったりとか、あの、まあ、ある種一人の武将じゃないですけど、なんか目の前でこう戦いを見てる戦国のように生きる存在に、お客様もそんな感覚になってもらえるような作品にしたいなというふうに思ってます。お願いします。ありがとうございます。お願いします。はい。
もっとギュギュッといて。あとギュギュッと。はい、ギュギュッと。役名、お名前、いよいよ本日初日を迎えるにあたっての心境や意気込みなどをお願いいたします。はい、前田刑事役の、ゼランペジリクです。本当にこうタフなスケジュールの中ですね、みんなで死に物狂いで、稽古積んできたんですけれども、いよいよ初日ということで、もうあとは、まあ、あの本当になんだろうな、いろいろこう思うことはありつつも、なんかこうあとはもうカンパニーが一丸となって、あの僕たちが過去さんの筆頭に作ってきた前田刑事の歌舞伎旅という世界観を全員で楽しみながら、あのお届けするだけかなというふうに思うので、あのまずは全員で完走することを目標に頑張っていきたいなというふうに思っている次第です。はい、作品の見どころと、また今回主演となりますが演じる役の注目ポイントなどお願いいたします。そうですね、まああのまあ、前田刑事歌舞伎ものということで、なんかこういわゆるあのわがままとはまた違った、それこそあちくんもさっきから出た口から出たようにこう男気という部分で、こう自分の心に素直にまっすぐこうあの純粋にあの生きていく様っていうところが、こう彼の前田刑事の一番の魅力かなというふうに思っておりますので、あのその僕演じる前田刑事どう心の衝動のままに歌舞いていくのかっていうのがもちろん見どころですし、あとはその歌舞伎旅というあのタイトルにもあるように、各キャラクターの正義だったりとか、各キャラクターの歌舞伎様があのこの作品の見どころかなというふうに思いますね。それがどうこうあの掛け算されて価格変化、特に清正とはやっぱそういうあの掛け算がたくさんありますので、そういったところに注目していただきたいなというふうに思います。はい、最後にリクさん、公演を楽しみにしていらっしゃる方に一言お願いいたします。はい、ご来場の予定をお持ちである皆様、本当にお忙しい中お時間割いていただきありがとうございます。そしてまだこの映像を見ていながらチェックできてないな、チケット購入できてないなという方、今すぐこの動画を見終わったらすぐに僕たちのホームページで飛んでください。というのもですね、本当にこう自分たちが、まあ、あの自分たち自身を誇れるような内容になっておりますし、必ずあのこの舞台、僕の立場から言うとこういった舞台演劇という作品だからこそ届けられるラブドリームハピネスが絶対あると思っておりますし、あの本当にこう何よりキャスト一人一人がすごくこうあの全員がすごく輝く、アンサンブルも含めて輝く内容になっておりますので、そんな作品、まあ、自分で言うのもあれなんですけど、なかなかないと思ってます。なのでぜひこの、僕たちが大好きなこの作品をですね、一人でも多くの方に見届けていただきたいなというふうに思っております。皆様ぜひよろしくお願いいたします。ご来場心よりお待ちしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして囲み取材会の方終了とさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。おめえか、近くの天下を騒がせている歌舞伎者とやらは前田刑事を通します。まかりこしました。前田殿、トラを相手の踏み込みの呼吸、しかとつかみましたぞ。もはや是非もござらん。なに、イエズス会の連中は装束を着たイラ・バトゥーンと弟を殺されて黙っている奴らではない。その神父の名は宝石ガルシア。船長、なぜそれをわしらに教える。わしはお前らを気に入った、それだけのことよ、アミーゴ。ならば魔物見物へいざ参る。これを超えるなんか悪い意味での緊張感っていうのはないのかなというふうに思うので、もうあとはみんながそれぞれのキャラクターにのっとった歌舞伎旅を楽しめば、おのずといいエネルギーとなって皆さんにこの世界観をお客様には楽しんでいただけるかなっていう自信はつきました。はい、はい、そうですね、もうあとはもう
幕が開けば僕たちはこの世界を生き抜くだけなので、この世界を生き抜けばやっぱり皆さんに楽しんでいただける内容ですし、何よりこう自分たちが自分たち自身のこの作品に対して誇りを持ててる大好きな思いがあるので、それをやっぱりこうなんかなんて言ったらいいんですかね、演劇をしていく上でのいろんな技術面だったりとかいろんな部分もちろんあるとは思うんですけど、それを飛び越えたものがきっとお客様の心に届くのかなっていうふうに思うので、前田敬司として生きれる時間を僕は噛み締めたいなって思ってます。正直なところ言うと、なんかこの公演を見て初めてこうやっぱりもう一度見たいとか繰り返し見たいという思う方だったりとか、今日見ていただいた方々が周りのご友人だったりとかご家族ご親戚の方々にこの話をしていただくことって僕たちからするとすごく嬉しくてありがたいことで、今ね言ってたようにたくさんの方々にこの作品を見ていただきたいし、やっぱりこう形に残らないからこそのエンターテインメントの美しさもあるので、ぜひこれは生ものなので、目の前で同じ世界を生きていただきたいなというふうに思っています。ありがとうございます、はい、頑張ってください。頑張ります。ちょっと開けますね。もっと後ろだ。バンドこっちに引っ掛けるっていう風に切る。こういうことだ。こういうことです。逆じゃない？あれ、翔太さん違うんだ。あれ？いつも緊急事態発生。いや直してもらったんです。ちょっと衣装さんに。これむずいのよ。むずいっすよね、こういうことか。あ、そうそう。あ、そういうことです、そういうことです、後ろに今立ち上がる時お前の歌じゃない袖水、袖水皆さん、初日を、全力でぶちかませるように、頭は冷静に、心は熱く、頭は冷静に、ラグパウンドとそのクランプ魂をぶつけていきたいと思います。頑張ります。なんで歌い始めるの？とはに誓う。あ、ここにみんなが、守りたまえ。難しいの分かってるんだ。みんなで歌う曲じゃないの。あそこもうキュンでしかないから。あそこ大下で歌ってるから心の中です。歌ってくれてるんですか。はい、歌ってます。すごい好きや。じゃあ毎回誰かが日替わりで感動して涙涙のいいこと言って本番に行くと。明日から日替わりなんで。真ん中だけ。オッケー。CL。おかしい、おかしいね。よっしゃ。よっしゃ。じゃあみんな手をつないで。はい。じゃあ行きますよ。来ましたね初日。まあゲネプロを終えて修正点とかいろいろあると思うんですけども。まあでも何よりも一番は皆さんがこの歌舞伎旅を楽しむことかなというふうに思います。それがエネルギーとなってお客様には絶対届くはずだと思うので、それぞれの歌舞伎っぷりをぶっかましていきましょう。はい、準備はいいですか。はい、Are you guys ready? はい、いきますよ。今日は次は EXILE スタイルです。 Everybody って言ったら GO でお願いします。はい、いきます。 Everybody! GO!